北の川に来てるんですけどね、絶対クマいると思うんですよね。クマ率マックスの今時期やっぱいるんですよね。こう木の上に登ったり、大体木の上に登ってんじゃないかな、クマは。警戒、人を警戒してるので結構民家の近くとかにいると思うので、多分木とかの上に登って警戒してるんじゃないかなと思いますね。でちょっとそのクマももしかしたら会えるかもしれないので、それももしかして、撮影、注意喚起として撮影できればなと思いますけど、どうでしょう。もう昼ちょっと過ぎですけど、もう10匹以上釣れちゃったので、もう楽しかったのでやめようかどうしようか、ちょっと今休憩してます。で今日のタックルですけど、まあロッドが8フィートの4番ですね。でフライがいろいろ使ったんですけど、やっぱちょっと小さめの16番のこのナチュラルカラーのパラシュートの反応良かったですね。やっぱ黒よりも良かったですね。グリーンとかも使ったんですけど、やっぱサイズもちょっと16番くらいが一番見切られなかったですね。まあ、リーダーは 4X で、プラス5X のティペットを足して、だいたい竿の1本半ぐらいですね。だから13フィートぐらいですか。13全長な感じです。じゃあちょっとこれからどうするか考えたいと思います。どっから、足元にちっちゃいけど、ドライでも出ます。来た来た、まだ来てたんだ。あー、よかった、釣れてました。わかんない。お、結構でかい、結構でかい、太い、結構太いヤマメです。26、7あるの、皮一枚で。じゃあ、失礼します。ここ狙ってみたいと思います。もう広いからな、ポイントが。あの岩の周り。あの岩の周りは、出るか、出ない、面白くかな。よっしゃ、来ました。おお、いいヤマメだ。100近いんじゃない、着地かいい感じするんだけど、はい、お、うん、お、これはでかいね。9寸くらいかな。着、ちょっと写真撮っておこうかな。あ、ちょっと、だった。
の木が邪魔なんですけど、あ、どっちから出るのかな、超緩いとこから出るのか、あの辺りで、よし、来た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 、まあサイズ、あ、取れた、まだまだいるんじゃない、おろした、来た来た、よし、これもいい、お、でかい、でかい、これはでかいね、これ尺あんじゃない、こんな、これ尺あるな、多分ある、ちょ、ネット尺ないかな、泣き尺、泣き尺かな、綺麗、まあ、大体で、大体で、ちょっと、よいしょ、大体、27ぐらいですよ、27、尺はなかったです、じゃあリリースしますか、あそっから出たんだよね、九寸、ちょ、緩い方はいないか、よっしゃ、来た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 、いますな、どこでもいますな、これもいい、まあ細いけど、と口開けてくれ、大丈夫、出血なし、出血なしだと思うけど、どうでしょう、うん、じゃ細いから、わっ、なんか、よし、来た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 、よいしょ、あ、流された、おお、いい山上です。これも結構でかい。26、27あんじゃん。きれい。29寸、九寸ぐらいです。早めに、
ここにね入っていきました1匹。まあでも1年2年くらい経ったクマかな。親子グマではないと思うんですよ。入っていったのは見えたんだけど、ここに入っていったのは見えたんですよね。ちょっと降りてみようかな。